いっそこの城でようかな。でもせっかく帰還たち、この城を去ったらただのマッチ売りの少女。誰？鏡？あなたが話しかけているの？さあ、それはあなたが決めること。鏡は自分の意思は持たない。帰ってくる答えはあなたの心の中の言葉。私の心の声？私はあなたが望む言葉を喋るだけ。あなたの裏に隠れている本物の感情を。私は生まれてからずっとまっすぐに生きているつもりよ。そうでしょうか。いつも自分の人生を悲観し、強気な姿勢もネガティブの裏返し、不安だから頑張るし、そして力ずくで押し通す。私が裏の感情を持っていると？あら、また一人私を必要としているものが私の前に立ったわ。鏡よ鏡よ鏡さん、この国で一番美しいのは誰？白雪姫。ダメ、私の知らないうちにこんな鏡を見つけてしまっていたのね。あなたも女王と同じ道をたどることになる。それはあなたでございます、白雪姫。もっと言って、鏡のせい。白雪姫！鏡よ鏡よ鏡さん、この国で一番哀れなのは誰？ドク子様でございます。ああ。おめえ正しいこと言ってたんだな。え？こんな急に褒められましても。なあ鏡、お前の話が分かるやつだと思ってる。なんとかならないかね。どういうことですか？あのさ、白雪姫に聞かれたらなんか別の答えをしてくんないかな。でも魔法の鏡の私にも魔法の鏡にポリシー。ポイ燃やすぞ鏡。こっちには大量に在庫を抱えたマッチ棒があんだよ。ま、一応やってみますか。お前は正しい判断をした。鏡や鏡の鏡さん、この国で一番美しいのは誰？ここではあなたですが、世界でとなるとシンデレラ姫ですかね。はぁ、福ちゃん、どんな女なのか調べて。城の使い持ってきて。